ラジオをお聞きの皆さん、おはこんばんちは。今宮健太講演会証券会事局維新人住職の今宮です。皆さんお久しぶりでございます。ちょっとね、生放送ばかりでですね、この声のトーンも私は出ていませんので、今日はですね、落ち着いたラジオをやっていこうと思うんですけども、今日はなんとゲストが来ているので、ね、ちょっとゲストの方に出ていただこうかなと思っております。早速ですけどもお願いします。はい、どうも皆さん、おはこんばんちは、マッチョ坂本です。はい、ということでね、はい、マッチョ坂本さんに来ていただいて、そうですね、はい、ね、どうですか、前回の解散のラジオ以来ということですけども、あのロスがだいぶ引きずってですね、なんか何するにもこうちょっと手につかないというか、あのマッチョさんが手がつかないと。そうですね、まあ、あれね、皆さん見たと思うんですけれども、はい、一切伝えることなく、そうですね、まさかね、生放送でね、はい、配信のね、はい、動画でね伝えられるっていうのがね、ちょっとね、ただ、はい、結果ですね、オンエアを見て私ももう一回見直して、うん、確認しましたけれども、はい、あれですね、やっぱ言ってなくてよかったです。あ、やっぱこううまくこう坂本さんなり、はい、長野さんがやっぱり、視聴者側に回ってたので、はい、こう聞くスタイル、はい、なんでこうなったのか、はい、聞くスタイルができたの、自然にできなかったので、そうですね、まあ、やっぱあれはあれ良かったんじゃないかな、はい、まあ確かにそうですね、まあそのね、気になってたね、まあやっぱちょっと聞いとかないとなとかいうのがあったんでね、ああいうね疑問を投げかけたりとか、変に僕が前もって話をしてるとですね、うん、そうですね、なんか作ってしまうとかね、あったかなと思うんですけど、テレビでね、うん、まあ、やらせとかね、まあいいのね、まあ、やらせと演出なんて紙一重なんですけど、まあそうですね、はい、まあ、サイコロの旅とかは、ね、はい、やらせではないです、うん、演出はしてますけど、ね、はい、やらせはしてない、そうですね、はい、いや、まあ、本当にね、こう今皆さんが楽しんでいただけるなら、まあ、やらせとは言い難いんですけど、まあ、ちょっとね、もうこう持っても、まあ、あれはそれはいいかな、楽しむのはありかなと思うんですけどね、さすが、まあ、にね、あれはね、楽しませるとかじゃなかったですもんね、あの時は、まあ、あれはね、別に悪ふざけする気はなかったので、ね、はい、ただただ、まあ、そういうね、形が、はい、できればいいなと思ったのがハマったと、はい、ということでございます、はい、私もね、別にその楽しくてやったわけじゃないので、ね、はい、そうだね、うん、まあ、たまたま2人は来れなかったから、こういうシチュエーションが出来上がったと、まあ、いいことでございます。まあ、こういうね、ちょっとこう後ろめたいわけじゃないですけれども、ね、ちょっとね、暗い話はちょっと置いて、そうだね、やめましょう。もう我々が出るということであれば、もう前向いていかないといけないんでね。はい。はい、もうね、日も迫ってましたね。そうですね、1週間と、はい、1週間前です。ということでございます。はい、なので、まあ、激励会。はい。ね、まあ、私もラジオでいろいろお話をしてますけれども、はい、まあ、いろんな動きが、はい、激励会では、あるんですけれども、ね、今回ですね、まあ、サプライズもいろいろね、はい、仕掛けます、はい、まあ、前ね、健太にもサプライズありますし、はい、もしたらね、来る皆さんにもサプライズあるかもしれないんで、はい、まあ、どこで何やってるか分かりませんけど、ね、まあ、それを楽しみに、ね、ね、そういうこともちょっとこう構えながら、ね、はい、楽しんでもらいたいなと思うんですよ ね、 で、 すね、でも今年はやっぱり結構人数増えたってね、はい、今年はそうですね、413ですか、結果13、非常に多いと、多いですね、39テーブル、はい、なので、かなり健太もテーブル回るのは大変じゃないかと、ね、大変でしょうね、はい、なのでまあ時間をね、うん、30分延長して今回組んでます、はい、でその組んだ状態で一応僕もかなり、はい、シミュレーションをしながらですね、はい、指揮次第を作りました、はい、分単位でなってますね、分単位なんですね、はい、厳しいと、だからそれを私は考慮して進めないといけないというところですね、そうなんですよ、はい、その中でですね、はい、まあ、今回は一応まあ証券会ラジオのほうですね、はい、まあ、ラジオ企画もね、見えました、川柳とかね、はい、そのあたりの表彰候補、あとは、まあ、おそらく出ないと思うんですけど、はい、プロ野球チップス開けを、はい、はい、まあ、健太に開けてもらうと、開けても、その場でですね、そういう形を、ね、はい、取っていく、まあ、そういう時間が、まあ、10分しか取れない、うん、10分10分ね、はい、10分でもよく取ったなと思います、あの中では、でも他のそうですね、他のね、イベント の、 進み次第によっては、はい、なくなるかも、カットということ、そうですね、まあ、表彰だけってあとはカットということももちろんあるかもしれない、はい、やっぱりね、その抽選会とか、まあ、質問コーナーとか ね、はい、そのあたりがやっぱり大事なところ、大事なところなんでね、はい、まあ、なるべくそういうことも含めて円滑にね進まないとできないの で、 で、ね、まあ、ラジオ聞いてる人はそういうことないと思うんですけど、そうです、ね、まあ、ぜひ、ね、ご協力いただいて、まあ、まあ、結構私毎回司会で言ってるんですけど、もう本当皆さん ご協力ですね、協力していただいたからこそ、こうもう本当スムーズに全部が進んでいくというのがあるの で、 うで、もう皆さんのもう力が、ね、 ね、その進行を、ね、どういうのを左右するか決まってくるところもあると思うので、いや、もちろんこれはあると思います、はい、そうですね、はい、
皆さんのお越しをお待ちしております。まあ、そういった中でですね、はい、劇団の話もまあしてるんですけども、はい、まあ、あのもう何回も話してますけど、とりあえずの物品の販売、ああそうですね、ああ言ってましたね、グッズの販売の方もございます、はい、まあその、背番号が変わったんで、まあ、2番のグッズだったりとか、そうですね、ニューイマミ君のグッズが ね、はい、今回出てきます、内輪が、内輪、はい、そしてハンドタオルセットで1000円だと思います、はいはい、セットで1000円と、まあ、当然、まあ、1000円の予定、そして私がデザインした、シャツ、はい、これが3種類出てきます、はい、まあ、私がデザインしてるので、はい、まあ、どうだなあんまり自信はないですけどね、まあ、その枚数がもう現れてるんでね、はい、僕が発注した枚数が自信のなさを表してる5枚控え5枚5枚5枚20枚、はい、まあ、最後のやつはこれはまあいいかもと思って、ちょっと多めに、そうですね、これは私着てますので、はいはい、坂本さんも着ますよ、はい、この新しいですね、シャツをね、坂本さんには渡しますので、これ着て、例えばこう物販のドア売り切れましたってなったら、はい、いや、 やっぱ欲しいんですけどってなった場合はどうしますか。うーん、まあ、シャツはちょっと無理かもしれない、ね、シャツは無理なんですね、お、シャツはちょっとまたデザイン、はい、多分作ると思うので、ちゃんとしたもの、ちゃんとしたも の、うん、あ、ちゃんとしたもの、今回は、はい、ちょっと、まあ、いわゆるその場しのぎで、はい、ちょっと、とりあえず、ね、グッズを作ったと、作ったっていうところです、はい、でこれからはおそらくちゃんとデザインを考えて、はいはい、もっとちゃんと練ったものを皆様に提供していくと思うので、あ、そうですね、まあ、なので同じものというのはちょっと難しいかな、ね、まあ、じゃあ今後、まあ、ちょっと、まあ、言い方悪いですけど、まあ、テスト段階で、まあ、ちょっとね、こんなん作ってみようかなという構想の上で、あ、じゃあこれでちょっとせっかくやけん、じゃあ出してみようかと作ったと。そうなんですね、まあ本当はもっと時間かけてね、本当は時間かけて、いや、まあ、証券会らしいのを作りたいんですけど、はい、いかんせん時間が、まあ、年末で時間がない、あ、まあそうですね、で背番号変わってね、はい、やっぱ発表したのが遅かったんで、うん、まあ、分かっちゃいましたけど、はい、分かっちゃったけどやっぱりそれは動けないので、うん、そうですね、はい、でいつも頼むところに頼むと、はい、ロット数が多いので、はい、間に合わない、絶対に間に合わない、はい、なので僕はインターネット上で店を探して、はい、なんとか年末までに間に合うところを探す、ただそうなるともちろん単価高いんですよ、あ、そうですね、仕事が入る、あ、そうですね、はい、だ単価が高いので、まあ別に利益を出す必要はないんですけど、うん、足を出しちゃいけないんで、そうですね、まあそうですね、はい、ね、余りましたってなったらね、そうです、本当これがね、例えば全くね、はい、今我々が着てるようなプリントで作ったら、はい、3600円するんですよ。ただそれではさすがにね、うん、3600円で作ったシャツを4000円で売るわけいかない、ね、うん、あ、まあそうですね、なので、まあ、2400円、まあ、いわゆる片面印刷、はい、片面だけの印刷に抑えてその分2400円なんですよ、はい、2400円と、まあ、あとまあ消費税があるので、まあ2000、はい、まあ、結局500何十円とかなんで、うん、一応まあ3000円でこれ一応販売するのがありますけどね、うん、はい、なのでそこはまあちょっと申し訳ないなと思うんですけど、うん、そうですね、なのでそういうのもあるので、なんだろう、新しくシャツの方が多分ね、値段的にも多分まあ同じようなね、原価だけども、まあ裏表ついてる分だけいいと思うんで、なんであえてその造反は多分しないと思います。まあまあ正式な強いて言えばですね、証券会ラジオのこれ DVD とか、これはまあもしなくなった場合はね、これはもう僕の方でいくらでもって悪いですけど作れますので、これはまあもしね、万が一持っていた20枚が全てなくなった場合はこれはもう通販できます、はい、通販できます、その場でお金もらって、はい、まあ、申し込みしてもらえれば後日発送しますので、はい、600円、そうですね、はい、まあ、じゃあ全部例えば激励会いけませんよ、まあ、ラジオ聞いてますよって方で、いや私も欲しいなってなったら、こういう方でももちろんラジオ宛てに、あ、じゃあ宛てにラジオ宛てにメールをくれれば、もう物と一緒に送ります、はい、物としてその600円の払い込み用紙を送って送りますので、はい、はい、もう皆さんを信用してますので、はい、あえてもう送りますから、はい、まあ、なくなったと、まあ、もし、ね、払われなくても、まあ、大して痛くもかゆくもないんで、いや、まあまあそうなんですよ、物が物なので、はいはい、ただそういったことになります。これ一点注意点があるんですよね、はい、ね、手に入れたからといって、うん、どっかに売りに出すといけません、今だけ まさに我々は今ですね、はい、この漫画倉庫さんの駐車場をお借りしてですね、今収録をしてるんですけど、はい、久しぶりにこう車内で、はい、ね、そうですね、間違ってもこんなところにね、はい、持っていっちゃいけないわけですよ、ね、これ結構激レアね、売りに行ったとかなると、これはこれでまた事情を知らないお子さんとかがね、はい、まだ、あ、見てください、これ、はい、いや、ちょっとこれね、まあ、最近参加できなかったんですけど、そうなんですよ、ね、はい、まあ、下手な人はパッと見るとなんとなく本当に売ってるもんみたいな作りになってるので、だってちゃんとね、まあ、言ってるバーコードっていうんですかね、こういうコードもちゃんと入ってるますし、もうね、皆さん手元に行ってる方もいると思うんで分かってると思うんですよ、これ18禁ですからね18禁ちゃんとマークついてますね、はい、
お子様が見ても理解できないですよ。お子さんが寝た後に見てください的なやつなんですね、これは。はい。ね、何見てんのって言われて、この表紙のそうですね、まあ、これしか使える写真がなかったですね。ぶっちゃけた話、はい、まあね、これがあったからよかったというところ で、 そうです、ね、まあね、はい、ラジオ的なあれもさ、まあ、あとですね、はい、もしかしたら、はい、シャツは無理なんですけど、はい、例えばあのモバイルバッテリーとか使ってるんですけど、はいはい、これももしあの評判良ければ、はい、まあ、ラジオでも売ってもいいかなと思ってます。はいはいはい、モバイルバッテリーはそのあの変わんないですよ、正直な話。うん、増産してもあの単価変わんないので、シャツみたいに、ね、シャツはいっぱいすればそれで安くなっていくんですけど、はいはい、ああいうのは別に1個からまあ何個からも何個でも何個あっても基本的に出ないしなので、そうだね。へえ。ただこれは多分送料がそこそこかかると思います。ああ、そっか。困るのでなくなったりすると、そうですね。それはもうちゃんとやっぱりその、はいはいはい、U バッグじゃないけど、なんか送らなきゃいけないので、ちゃんとしたね、あれ100円でどうぞってわけにはいかない。これは100円で送ってますけど、うん、これはもうなくなってもいいと思ってそうだね。なかったらもう一回送りますって言えばいい。ただああいうのはね、単価する、うん、なので、まあそういうのも含めて、ただ、はい、多分ね、通販するとしても、うん、どうだろう、ラジオの中だけだと思いますね。ああ、そうですね。あ、まあこれ球団さんにやっぱ怒られちゃいますんで。ああ、そうですね、はいはい。特にこのニューイマミ君はかなり評判がいい、はい、今のところ。まあそれは、身内じゃなくて外の方も。あの、まあツイッターもそうだし、そうじゃないところでもみんなこれはいい。うちの親も絶賛しましたからね。ああ、そうですね。うん。あ、これはいいじゃないって、うん、確かにね、はい、まあ、可愛らしいですもんね、はい、うん、だからもう今はね、みやちゃんくんと、はい、まあ、今みくん、はい、これからおそらくニューイマミくんとみやちゃんの方の2つの、うん、あのキャラクターでやっていくと思うんですけど、はい、なのであのあんまりこう表立って動くと、まああのみやちゃんくんの時だってやっぱり言われましたからね、はい、ああそうなんですね、うん、シャツもそうだし、あ、通販してくれって言われたんですよ、はい、けどやっぱり、ね、うん、まあ数はちょっとね、うん、そんなにやっぱ大変だからあれはやっぱり発送作業ですね、うん、そうですね、まあ、そうですね、なのでちょっとまあラジオとかこの狭い中でね、はい、やることはできるかもしれませんけどね、うん、だから言われてインターネットに、うん、これを売ってますよみたいな感じでそのサイトを作ってやるみたいな、ね、出すのはっていうのはちょっとね、はい、ベロルト難しいと思います。まあ、でもこれじゃあまあ聞けばね、ラジオのリスナーさんの特権みたいなもんですよね。そうです ね、 そうですね、ラジオ聞いてるからこ そこれからね、うん、言いましたけど、僕もラジオを使っていきたいと思ってるので、はい、まああのね、優しいんですよ実はですね、うん、あの前回のラジオで、はい、僕は言ったんです、ケンタの自主トレ情報を流したんですけど、はいはいはい、ただね、はい、あの申し訳なく SNS では言わんでくれって言ったんですよ、はいはいはい、まだちょっと決まってない話だから、うん、そしたら僕が見た限りでは全く見なかったです、ね、出てないですね、みんな自分の中で完結させてくれて、はいはい、そこはありがたい、そ う、ね、そういうところがあると、ね、僕もやっぱり、はい、ね、普段こうなんて言っちゃいけないようなことも言ってしまう、はい、まあでもいいかなと、はい、この中では言ってもいいんじゃないかなっていう場所になってるんで、はい、まあ、すごく嬉しいですよね、はい、なのでまあ、実はね、はい、モバイルバッテリーはなんか欲しいっていう方がいたので、はいはいはい、ちょっと増やした、まあ、ちょっと増やしたんですよ、4種類になったんですよ、はい、本当は1種類だったんですけど、1種類を3つだったんですけど、今回4種類作るんですよ、モバイルバッテリー、はいはい、4種類の3個だから計12個かな、はい、12個モバイルバッテリーが2500円で売ると思うんですけど、はい、まあ、単価高いのでどうしようもないですけど、うん、はい、なので、まあ、今見くんの123というちょっと違うタイプを123、はい、そして4つ目に、はい、ちょっとあの僕は個人的に欲しかったので、はい、あのうちのあの一心のキャラクターをちょっと使って、はいはいはい、スイちゃんと一心くんにちょっとだけ今見くんもいるみたいな、はい、コラボ商品一心と証券会のコラボ商品を一応3つだけ作りました、はい、同じ材で、うん、これが売れるか分かんないですけど、はい、ちょっとまあ、これもじゃあこれはもう残ったら自分で買うと思ってるんで、これを激励書いて一緒に並べます、一緒に並べます、ああそうなんですね、はい、方法ですねこれまた、そう並べますんで、はい、まあ、売れ残ったらもうそれは僕買うから、はい、僕が自分で好きにデザインしてるので、はい、僕がいいなと思ってデザインしてるので、うん、まあ、残ったらもう自分で買う、うん、まあ、モバイルバッテリーなんかはあっても困らないので、そうですね、まあ、使い場合はありますからね、うん、全然なんかあげても喜ぶでしょうしね、うん、なのでそういうのも一応あります、うん、まあ、今井君と石にとのコラボ商品もちょっとまあそういう話もあったので、はいはい、コラボだとちょっとコラボ商品もちょっと作っていました、うん、はい、であっての点でね、球団からは、まあ、あれは今見くんですから、ね、はい、別にケンタではないので、はいはい、ソフトバンクホークスも一言も書いてないので、そうですね、はいはい、なのでこれはもうあくまでも皆さん ね、 そうですね、はい、今見くんっていう、ね、はい、あのフィクションですからね、そうですね、はい、メール始めました、はい、それではですね、皆様からのメールをねこれ紹介していきたいというふうに思います。まずはこちらね、ラジオネームせいじさんですね、ありがとうございます、まあ、初めてということですね、
初めて投稿します。第121回証券会ラジオでの証券会解散の衝撃ニュースを聞き、お兄さんの解散に至る経緯と思いを聞いて、この結果に至るまでいろいろなことと、きっと今までいろいろ辛いことがあったんだろうと察してしまい、今まで1月2日の入会希望のメールしか送ったことがなかった私ですが、思い切ってメールしました。証券会との出会いは2016年7月、ドームのダグアウトで高さいのユニフォームに健太君の背番号を圧着し終え、妻と仕上がりにニコニコしながら出てきた時に、証券会役員さんの恵子さんに声をかけていただいたのが始まりです。その日は健太君の誕生日に向けたお祝い映像撮影のために健太君ファンを探していたようで、指定された文字とお祝いメッセージを書き、写真を撮り、証券会の説明とブログの紹介を受けました。後日ブログで出来上がったメッセージムービーを見て、私たち夫婦が本当に写っており、ちょっぴり恥ずかしい気持ちもありながらも嬉しかったです。それからというもの、証券会に入りたくて入りたくて仕方がありませんでしたが、そんな思いもお兄さんの負担となっていたのかなと、解散のニュースを聞き考えてしまいました。ラジオが始まり、気づいた時には第20回ぐらいでした。仕事の残業中などに少しずつ聞いたのいたので、なかなか最新回まで追いつけず、特にメールを送ることはありませんでしたが、これだけは伝えたい、過去全配信回聞いてますよ、過去笑い。正確には日本シリーズの生配信以外ですが、過去汗。ラジオ本当に楽しいです。ただこのラジオもお兄さんの負担となってしまっていないか不安ですと答えてますね。特にラジオはね、好きでやってるんで全然ね、どう思ってないですし、こう皆さんが入りたいという気持ちはね、別に不安に負担とはなってないんですよ。本当嬉しいんですけどね。ただそれがこうみんなを入れることができないというところで、なんか申し訳ないなっていう気持ちがねあるぐらいで、負担とかでは全くないです。もうせいじさんのねそういう気持ちは本当嬉しいですんでね、やっぱこういろいろこう気を使っていただきながら、なかなかねこうラジオにこうメールをね送るのがちょっとこうね、なんていうのかな、これ送ってねメール送るとなんかお兄さんに悪いんかなっていう気持ちがあったんじゃないかなと思います。せいじさん読んでることですね、まあ、そこに関しては本当に遠慮せずにですね、これからも送っていただきたいなと思います。実はこのメールは証券会の新規募集のメールなんですよね。なのでもともとボックスに入ってたので、ちょっとまあ当たったら読もうかなと思うところで、なかなかね今回当たんなかったんですけど、まあもちろんね前も言いましたけど、もう一回しますので、まあその時に当たる可能性もね十分今のところありそうな気がします。今のところね、思いのほかもう継続をする方が少ないと、忘れてるっていう声もねここまで来てなかなかないので、おそらくみんなもうやめちゃうんじゃないかなと思うのでですね、思いのか、まあ最後ということもありますので、ちょっとねもう可能な限りカードとかのね枚数の問題もあるんですけども、そのあたりの枚数の限りやっていきたいなというふうに思いますので、ぜひそれまた楽しみにして、またね負担からでもね、なんか気がついたらメール送る、まあちょっとまだ続きもあるんですけど、これは当たった時にね読もうかなというふうに思います。せいさん、これからもねメール待ってますので、何でもいいですからね、本当にメール送ってくださいね、お待ちしております。それではね次のメール紹介しましょう。こちらですね、こちら大分のかなさんですね、いつもありがとうございます。おはこんばんちは、早いものでオフ会から1ヶ月が過ぎてしまいました。お礼のメールを送ろうと思いながらあっという間でした。すいません。大分から夫婦で参加させていただきました。賑やかな音と一緒でしたが、覚えていただけるでしょうか。もうよく覚えておりますよさん。はい、奥の部屋にいたのでラジオ常連の皆様とはお話できず、とても残念で心残りですが、お兄様と何度かお話できて楽しい時間を過ごすことができました。本当にありがとうございました。私はラジオのファンではありますが、忙しいこととメールが苦手なことを理由に、実は投稿2回目です。すいません。でもラジオは欠かさず、聞いております。私は24時間勤務の職場で働いているので、家にいるときは忙しく、もっぱら私の証券会ラジオタイムは家事をこなす時間なんですが、最近夕食後の、辛い後片付けをの時間に聞くようにしたところ、 お皿洗いが楽しくなり感謝感激です。本職がお忙しい中本当にありがとうございます。でも先日はお皿を落としそうになるくらいびっくりなニュースが立て続けになりましたが、次々に送られてくるラジオ常連の皆様と私も気持ちは一緒です。新しい形の証券会をみんなで作り上げていくことに私もビビたる力ですが、協力させていただき、6番今宮健太選手のさらなる輝く未来のために盛り上げ立てていただき、今宮ファミリーの一員となっていければ本当に幸せです。今度は夫婦で、桜宮水様と栗から様にも会いにお寺にもお邪魔させていただきますといただきますね。大分のかなさん、ありがとうございます。以前ね別枠でここに書いてるんですけど、栗からさんのね理の漢字はなんでこんな字なんですかっていうのをねお話ししたことがあると思います。まあ、これも基本的には証券会の証券会の入会のねメールだったので、ボックスの中にあったので、ね、なかなか読む機会がなかなかなかったんですけれども、まあかなさんは比較的うちの寺からは近いのかなという感じがしますんでね、まあ、もしあったらぜひ遊びに来ていただきたいなと思います。さっきねせいさんの時言いましたけれども、
もう一度こうチャンスありますんでね、諦めずというかね、まあ、前向きに捉えてください。またね、年始に必ずやりますので楽しみにしていてくださいね。大分のかなさん、ありがとうございます。それではですね、もうちょっとだけ見てみましょうかね。こちらさっちゃんさんですね、いつもありがとうございます。こんにちは。今日車のナンバーを2から6に変えました。ちょっと慣れないけどいい感じですってね、いただいています。早速ね、もう車ナンバーのね、あの問題がね、ラジオ的には発生してるんですけれども、すでに変えたということでね、ぜひね、どういう感じで変えたか教えてもらいたいですね。まあ、どのぐらいこう手間がかかったのかというのをね、簡単にでも構わないんで、まあ、どれぐらいの、ね、日数かかったかなというのを教えていただけると、他の方もちょっとかなり参考になると思うんで、まあ、さっちゃんさん、もしよければ、まあ、そういうのもね、ちょっと送っていただけるとありがたいです。まあ、いかんせん6のね、ナンバー変更おめでとうございます。次のメールですね、こちら、ケイジさんですね、ありがとうございます。来期3割20本を掲げた健太くんですが、今年の漢字はタイでした。まあ、体ですね。3割20本実現するにはやはり怪我のない体が大事です。怪我なく全試合出場すれば健太くんなら余裕で実現できると思います。ちなみに、タイという字は間違ってなくて安心しました。かっこ笑いっていただいてますね。まあ、あのね、健太の足跡コーナーでね、初心の書という字が間違ってるという、まあ、さすがにね、タイという字は1年生か2年生で習うでしょうからね、まあ、初心者の書はもうちょっと、あ、ね、上で習うかもしれませんけれども、もうこれを間違ったらもう終わりです、ね、まあでも僕も安心しました。ありがとうございます。続いてですね、こちらはニッシーさんです。ありがとうございます。住職様、ゲストさん、リスナーさん、おはこんばんちは。おはこんばんちは。今宮選手の背番号が変更になるんですよね。ユニフォーム、今年の9月に作ったばかりですが、やっぱり6番のユニフォームが欲しいですよね。時期を見て作り直そうかなと思っています。しかし、ゆきにゃんさんのメールで応援ボードのことに気づきました。昨年娘が夜勤明けで寝ず、私のために必死に作ってくれた応援ボードの番号が2番。でも、なんとか修正して使えるようにしたいと思います。まあ、ほんとね、応援ボードとか、まあ、キルドとかですね、やっぱ自作する方がたくさんいるんで、まあ、2番だけね、こううまく変えれるような仕様であればいいんですけどね、まあ、そうじゃない方はちょっと大変じゃないかなというふうには思いますけれども、まあでもこうやってね、娘さんが一生懸命作ってくれたものなので、ね、直して使えるものの間はね、ぜひ直してもらいたいなと思うし、まあ、我々ね、後援会的にもやっぱり6に変わることでグッズをね、一新しないといけないんで、まあちょっといろいろとね、バタバタするかなと思いますけれども、まあ、皆さんぜひね、お手間かかるかもしれませんけれども、皆さんね、応援グッズの方を作り直して、まあ、4月の開幕、まあ、3月のオープン戦ですかね、まあ、そのあたりでぜひ、お披露目をね、されてください。西さん、ありがとうございます。ではね、こちら最後のメールです。住職様、おはこんばんちは。おはこんばんちは。いよいよ明日は有馬記念ですね。今年は頭は固いと見ています。12番レイデオロ単勝厚めに、紐はどれも一長一短のメンバーですね。馬連12から1,2,3,5,6,8,10,11、こんな感じです。激励会のご正解を記念しております。こちらも1月中旬に関東オフ会を開催します。様子をご報告させていただきますので、どうぞよろしくお願いします、ね、いただいてます。ありがとうございます。まあぜひね、関東オフ会ね、まあ、あの人数はね、確かにそんなに多くはないかもしれませんけれども、まあ少ない分だけね、濃密な時間が作れると思うのでね、ぜひ皆さんどういう感じだったのかとかね、いうのを送っていただければ、私の方からね、この福岡の方とかね、そうじゃない方にも発信していきたいなと思いますので、今よりよくね、こういう輪を広げるといいことです。まあ、あと有馬記念ね、もうこの配信してる頃には終わってる可能性がありますけれども、まあ、もうレイデオロ一強ですよね、とりあえずは。ちょっとね、他の出ませんから、強い、ね、アーモンドが出てきませんからね、まあ、ちょっと思ったよりね、まあ、今のところですけどね、この撮ってる段階ではね、お重長さんが、なんか人気ありますもんね。あそこまで人気があるとは正直思ってなかったんで、ね、個人的にはどこまで行くのかなっていう楽しみがあるんですけど、勝つとは思ってないので、なのでやっぱこう買おうと、馬券を買おうと思ったら、まあもちろんね、頭にはならないなと思ってるんですけれども、まあ、やっぱり、まあ、この感じですよね。レイディオがどうなるのか、他が本当にね抜けてる馬がいないので、まあ本当にこういう感じになるんじゃないかなと思いますけどね。まあ内枠が比較的やっぱり有馬強いイメージがありますんでね、やっぱり内枠を厚めにというところじゃないかなというふうには思いますかね。まあ、まあ、競馬ファンからすればね、もう本当にもう1年最後のね、有馬記念、まあ本当はね、最後有馬記念で終わるといいんですけど、今はね、有馬記念終わった後にもちょっとレースがあったりしますけどね、本当はこれが終わりの方が僕は好きなんですけど、まあまあね、競馬ファンからすれば本当にもう優秀の日ですよね、今日がね。といったわけで、まあ今年ね、お重長さんって何回も言いますけど、これもう、例えとして合ってるか分かんないですけど、まあ、例えば陸上だったらね、200m、まあ、200m 走っていうのが有馬記念とすれば、去年の 200m ハードルのチャンピオンが出てくるみたいな感じですね、簡単に言えば。
ハードルのもう最強王者が陸上に挑戦みたいな。で陸上のね予選ではもうやっぱ普通にやっぱ勝っちゃったと。格下相手には普通に勝てると。じゃあこれが超一流が集う有馬記念で通用するかどうかっていうところですね。ハードルチャンピオンが陸上チャンピオンに勝てるのかっていうところが、まあ、この有馬記念のねお重長さんっていう馬のね、まあ、ちょっと話題になってる理由です。まあ例えとしてね合ってるか分かんないですけど、まあ国瀬さんね夢を今日はね3時半ぐらいかな、ぜひ結果ね、まあ、ここに書いている通りになれば当たってるんでしょうけど、まあ、それ以外のところでもねぜひまた終わったら、感想を教えてください。以上、皆様からのメール紹介いたしました。まあ、といったわけでね、はい、まあ、ちょっと長々と話をしてましたけど、はい、まあ、まあ、ゲゲゲね、来ない人もいると思うので、そうですね、来ない人も、まあ、違う話もしようかなと思うんですけど、はい、ね、例えば契約更改、はい、実はまだ健太終わってないんですね。終わってないですよね、結構、やっぱ毎年、なんか、おそらく僕は、でも明日日曜日ですもんね、うん、どうかな、僕は基本的には、まあ、下がるとは思うんですけど、うん、多少、まあそうですね、多少下がるか下がらないか。うん、もう一緒ですね、中村君 FA ですからね、彼は。なのでおそらく複数年契約を提示してくれるんじゃ、まあ、分かんないですけどね、うん、どういうじゃないかなと思いますけど、本当にも背番号も変わったというのもありますし、うん、だからそう複数年契約を、うん、まあ、何年か分かんないですけど提示していただければありがたいなと、うん、そういうふうに思うんですね。そこまで、まあ、そういうふうに思ってそれでも中村君4年後だったらもう安心ですもんね、うん、ちょっとね、中村君はもう、うん、ね、アデラインだ4年間いてくれるっていう嬉しいし、あれで拒否するとね、拒否とか提示されなかったらやっぱり選手って嫌でしょうからね。なるほど、そうですね。なので、とりあえず気持ちまあ、で、全然関係ないですよ。まあ、ね、これ1年ちょうど1年前のラジオでも話しましたね。はい、話しましたね。そうですね。いくら上がったからって僕ら1円も入ってこない。そうそう、話しましたね。ちょうどでもあの時も車で収録しましたよ。あれはパークプレイスで、うん、だってね、やりました。確か車の中でこの話をした。アンテナダウンさんと3人でね、うん。あの日はちょうどそれこそ中村君が一緒です。中村君が、うん、契約更改した時だった。そうね。ああ、そんな1年になっちゃいますね。そうですね。早いですね。だからね、このペースだったら本当健太あっという間に引退ですね。まあそう、まあ28ですからね。ほら、まあ、やったらまあ油が乗ってくるというところではありますけどね、うん、ちょっとねネットでもなんかねね、あとそのもう健太も何年続けられるかわからないけど、だからやっぱりプレースタイルを変えると、うん、おそらくですけど、もうおそらくゴールデングラブを取ることはおそらくないと思うんですけど、うん、もう、うん、それぐらいの考えてると思います。もうちょっと取れないだろうと、うん、なのでじゃあ自分の価値を上げるんだったら守備ではなくて今度は打ちに行くんだと、ね、はい、もちろん打つ方では割と手応えがあると思うんですよ、うん、まあそのね、打率もホームランも増えてるし、まあ、ね、まあ、その守備はあんま変わらないんで、うん、なんとも言いませんけど、ただやっぱり露骨にやっぱりねそういう増えてるので、やっぱ打力があるから、例えばねショートじゃなくても違うサードでもいいし、まあ出れることもあるわけなので、うん、やっぱ打力がなかったらそれまでなんで ね、うん、そうですね。なので本人がやっぱこれから先長く生き残る道としては打たないと長くは やっていけないだろうというのがある。ゴールデングは諦めたわけないんでしょうけど、うん、まあ、個人的にはゴールデングは僕はもう厳しいではないかなと思ってますよ、うん、まあ、まあ、いいか、まあ、ちょっとね怪我のリスクとかリスクもあるし、その辺も考えてそんな無茶はもうできないと思うんですよ。確かに、ね、まあ、結果そのゴールデング取れればいいですけど、うん、そのゴールデングラブを取るため その守備とかっていうのはちょっと、うん、個人的にはもう無理してほしくないかなというのはありますかね。ちょっと怪我最近多いな。だけまあそのまあ目指せ3割20本っていうところをなんかまあ目指すみたいな。まあ、俺も3割は無理だと思うんですけど、ね、まあその辺をまあ目標に、まあ目標にね、彼は掲げるみたいなことはちょっと見たんで。第100回かなんかで話してるの、はい、俺多分20本はいけると思ったんですけど、はい、3割はね、それ言ったらすごいと思うんですけど、うん、そうですね。それはやっぱりね、どっちかだと思うんですよね。うん、ホームランを狙いに行くのか、ただやっぱヒットってずっと健太のタイプってもう議論されてるわけですよ、昔から。小さいからヒット打つタイプ、はい、で力があるから、リスは強いからホームラン打てるよね、はい、どっちかね、もうバントバン、ね、小技が上手いからバントとか、はい、そういうエンドランとかがこう器用な選手になりたい、みんながそれぞれか違う、じゃあ矢井田みたいにも超ホームランバッターだから、はい、もうあれはもうホームランバッターだなっていう風にするとまた違うと思うんですけど、いろんな枠があって本人も悩んでる、ただ本人もこれからは
そうじゃなくてやっぱ打つ方、うん、僕は彼はだけどもう本当中距離バッターやと思ってるので、うん、それでいいと思った。今一周8分打って20本ぐらい打ってくれば、うん、もう本物じゃない、うん、例えばまあ小技が効く、そういうね、まあ、言ってその送ったりとか本当小技が効く、ね、相手の、まあ、本当守備陣が嫌がるような小技が効くタイプに、ね、なると、そうなんです、まあ、それに、まあ、それは もちろんあると思う、イメージ的になると思う、今宮が出たらもうバントもできるし何でもできるっていう風なイメージはあると思うんですね、うん、そこは多分変わらないと思うんですよ、この先で本人がやっぱ本人の中でプレススタイルを変えるということはかなり今年来季ですか、はい、あの本人はもうかなり の気持ちで望むみたいな、なのであの前言いましたけど、おそらく自主トレはおそらく皆さん見れないと思います、ね、うん、なんとこう自主トレをちょっとやっぱり効果するようなことちゃんとというか集中してしたいというような意思があるんじゃないかなと思いますよ、なので、うん、もちろんねファンの皆さんには見てもらってね、ファンサービスとかもしなきゃいけないというのはあるんでしょうけど、うん、そうですね、今彼はかなり危機感とか、うん、そういうのは強いので、うん、今だけはちょっと集中させてくれっていう気持ちがおそらくあるのではないかなというふうな気はします。なのでまだもちろんはっきり決まってませんけど、はい、もしかしたら自主トレはちょっと非公開でするかもしれないというところで、うん、僕からはこれしか言えないです。はっきり言えないんで、うん、そうですね、まあ、その本人の口から、ね、聞いてるわけじゃないので、うん、なんかそういうようなことをちょっと言ってるんじゃないかという話は、うん、僕も会ってないですからね、言っても、うんうん、明日明後日その結婚式とかでありますけど、はい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 、多分そんな話す日はないと思う。あ、まあそうですね、うん、まあそうですね、そのまあちょっと変わってくる。多分実際もう本当話すのは20何だとか8とかですか、帰ってきてから激励があるので、うん、その前に話すのだラジオもね撮れるかなって思ってるんですよ、ちょっと心配。そうですね、まあ三が日間があいつが寺に来ればいいんですけど、ちょっと話もできるんですけど、去年はちょっと余裕があったので、去年はだからその激励前に多分収録したと思うんですけど、そら激励会の前だったと思うんですけど、なんでまあそれはやっぱりね世界でもね皆さんが楽しみにしますから、そうですね、まあやっぱりちょっと声が聞きたいと、事前もってことはやりたいなというふうに思ってます、うん、はい、そうですね、まあまあそういうのも含めてね、そうですね、見ていただきたいなと思います、はい、そうですね、それではねまた皆さん次回、そうですね、次回のラジオでね、はい、お会いしたいと思います。はい、次回も坂本さんに出てもらう予定ですので、はい、ですね、次回もよろしくお願いします、はい、よろしくお願いします、はい、それでは皆さん、はい、さようなら、さようなら、ありがとうございます。いいよ。じゃあそれではお二人様お願いします。はい、じゃあ対決負けましたんでやらせていただきます。はい、じゃあ梶原さんお願いします。せーの、炎、炎、メロ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 はい、からの、はい、健太君、あと梶原さん、あと倉岡さん、おめでとうございます。お子さん生まれておめでとうございます。それを体で表したいと思います。いいですか梶原さん。はい、はい、じゃあ締め図編に、はい、でよい、ありがとうございます。え、それで終わり？終わりです。いや最後ほら、あ、ね、いやこれ何が生まれる？いや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 、何が響いてる？いや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 、何が生まれる？せっかくの娘とか関係せっかくのお祝いやけん、ね、今年はたくさんの命が生まれたわけ。たくさんの命が。ではお願いします。はい、命かじってるし、命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 、ストーリー、命。あ、そういう、そこに対してやっぱり、それに対してのお祝いであれば、いやでも次の あのあれでいいんやね。いやいやいいと思う。ちなみにやっといた方がいいと思うよ。今やっといた方がいい。いいよ、やっとくよ。編集するから。俺も一緒にやって。編集するけん。編集する。二人でやって。ここまでと一緒にやっちゃうんじゃん。はい、行くよ。せーの。こっち？足こっち？今こっち？右は曲げるのかな？こっち？こうか。そうやね、右曲げるやん、どっちに残るの？あ、そうやな。これでも前に来ない。どうせ映らんねえけど、前みたいに足なんかどうせ。じゃあせーの、
命お前ふざけんなお前ちょっと待って言ってるいやそういうふりかなと思ってたくさんのお前とは俺お前とは絶対たくさんの命が生まれますように俺そういう人を平気で裏切るやつと絶対とだって面白いやろ面白くもなんとお前のせいで負けてさ十分漫才やけどふざけんなっちゃうもう何この感じちょっと次行こっかもうもう行こっか漫才やじゃあ霧島です、はい、時間は9時40分ぐらいですねちょっと分かったけど、うん、天気すごくいいです今のところ雨には打たれてないですでせっかく霧島におったので霧島でやりますなんか知らんけど腹いっぱいないまあ、今回も同じ対決でいいと思うので2人2人で、まあ、ちょっと罰ゲームはちょっとまあ置いといてちょっとまあやろうかなってことで霧島対決じゃあ向こうにじゃあ今回用意しておきましたのであマジでどうぞ2年ぶりの予想を組んでおおなんか美味しそうですうわまた俺の好きなやつだよ、ね、これ1本ずつ対決は、1本ずつささみ宮崎県のささみ、